今日は何連ですか？田中三連。峠層プラス。あ、内容を言うと峠層プラス。高地トレ。高地トレ。峠層一言で言いますけど、16キロぐらいの峠層ですけど。長い。800ぐらいなんだよね。あ、アップが。あ、そっか、まあなだらかなんですね、じゃあね、比較的。ではあるんじゃないかな。なるほど。まあ別に本気で走らなくていいし、どうも。あれ、ね、だけやってんの？あ、やってるっぽいですね。このトーレなんかやってるっぽい。トータスっぽい。違うかな、わかんない。来週があるからやってんの。うん、来週トータス編ですからね。でも今いる間気配感じませんでしたよね。うん。20分いないから出てきたじゃん。うん。よいしょ。では出発します。暑い。温度計で見たらさっき26度とかあったりした。よし。今日よく見たら UTMF 以来のエチオピア三重市じゃないですか。ハンドボトルスタイルも、ハンドボトルスタイルも確かにね。今日は一応大丈夫ですか？え、一応今日大丈夫ですね。朝からバッチリバクバク食べてきたし。まあただ暑さがね、またあの時とは全然質が違う暑さだから。うん、まあでも今の方がやっぱ慣れてますよね、だいぶ体は。ガーミンの暑熱適用だともう今 80% ぐらいまで来ましたね。あ、そんな出るの？はい。あれって何、どういう風に計算したの？あれは確か25度以上だったかな、のか20度か25度以上の環境でワークアウトすると、なんか多分その時間とか強度によってワークアウト終了時も教えてくれるんですよね。何パーまで上がりましたとか、ちょっと細かいアルゴリズムは分かんないですけど、おサングラス飛んだな。めっちゃ落ちてくるタイミング遅かった。ちょっと暑熱適用の話で興奮しちゃったんじゃないですか。今のコースは新御殿間口5号目からまず水ヶ塚公園の方に今こうなんだろう、トラバスする感じで走ってって、でそこから峠層ですね、富士宮大郷目に上がる、なんだっけ、道を行って、それがだいたい16キロで 800m アップぐらい、そこからまあ行けるところまで上がっていこうかなと思ってます。よいしょ。突然の違反、アフターショックズ。いやいや、別に一人で走ってるわけじゃないから、外してくればいいんですけど、もう本当にね、つけ心地が良すぎてつけてるの忘れちゃうんですよ。いいのか悪いのかって感じ。イヤホンと違ってあの耳の穴塞がないんで、汗かいてきても全然気にならないからね、もう存在感がないですね。アンバサダーでもないけど宣伝しておきます。多分今日下手したら走り終わるまで気づかなかったかもしれない。気づいたけど。この御殿場口来てレペやらずにトレイルに入るっていうのは結構初めてかもしれないですね。うん、そう、レペの最初の一歩もいつもきついですけど、やっぱり強度低くても動き出しはなんかきついですね。なんか暑いのもありますけど、呼吸がやっぱり苦しい感じが。心拍数はね、そんな高くないですけどね、息苦しい。今うん、あ、そんな何でしたっけ、そっか、2000まで行くのか。意外ともしかしてトレミとか乗りながら見てくれてる人もいるのかなとかね、走ってるだけだし。
そうそう、やっぱあのグレートレースとか見ながら走るとはかどるじゃないですか、トレーニングとかも、うん、そう、それとそれに近いのかな。UTMF のとかみたいに1時間くらい尺があるとちょうどいいっすよね。そう、走ってこれ見終わったらやめようみたいな。御嶽の次の週の合宿、この辺をぐるぐる走り続けるのもありかなと思ってますよ、うん、はい、ちょっと2日目のあの2ブレンとか、そうそう、ね、いいっすね、ダブルトラックぐらいの幅が。こういうところでこれらのレースとかやったらね、人気大会になりそう、気持ちいいし日陰だし、うん、おー黒缶だ。黒缶コースが現れた。走り始めて 3.6 キロ、35分ぐらいですね。累積上昇は240m、心拍数122、キロ5分ちょいぐらいですかね。気持ちいい。これはいい絵ですね。はい、もうちょっと高い山にしたような感じですね。マッキー、なんだろう、高い山っていうか、ここが一番高い山なんだけど、高原とか、2000メーターぐらいの高原を走ってるような感じです。八ヶ岳の麓のあたりでもこんな感じですよね。そうだね。八ヶ岳。八ヶ岳より走りやすいけどね。確かに。ゴロゴロしてる。いや、いつまででも走ってられますね、ここだったら。はい、これはいい、これはいい。これはたまらん。ねえ、もうここしか走らないですよ、もうこんな暑い時期本当。いや、天然のクーラーをずっと浴び続けて走ってる、そんな感じですね。いやいやいや、あー気持ちいい。これはちょっとみんな富士山来たくなっちゃうんじゃないですか、これ見たら。
ああ、ここも気持ちいいな、また。ここはなんかずっと撮ってても飽きないですね。ずっと見ていたいって感じで。山口登山道入り口まで降りてきました。メデュアデカ公園到着。ああ、まあ結構混んでるかと思ったけど、まあまあまだ空いてますね。さすがに一般にはな。いや、あのあれです、毎回規制かかるまでは無料です。規制かかるとあのここで車止めて、あの富士宮口までバスですね。ここまでちょうど1時間ぐらいでしたかね。距離 6.94 キロ、累積 250m、 高度 1450m ですね。あ、黒缶ありますよ。水ヶ塚公園出発。まあこっからロード峠走が16キロぐらいか。長いな。そう考えると多分20キロぐらいだったじゃないですか。多分16キロないんじゃないですか。もしかしたら。ああ、そうか、13キロぐらい。なんとか走れるぐらいの気温ですね。ギリギリかな。やばいやばい。来た来た。ちゃんとね、見てますから大丈夫です。富士市
富士ヒティ。13km ね。はい、ここまで水ヶ岳から11分ぐらいですね。2km ちょいぐらいでした。よし、もうこんな感じか。腕がいいか。スタートが2合目まで16分16分 2.9km。 パワーが210から200ワットぐらい。心拍数156です。いや、ここセグメントあんのかな。季節限定かもしれないけど、やった、楽しそうだ。きつい。いや、呼吸がきつい。足も重いけど、あと 9.6km ってことかな。あげ、早く行こう。また急だな。あんまり斜度が一定じゃないですね。上がったり下がったりだ、勾配が。正面から今20分ぐらいですね。高い。自分160前後ぐらいでしたね。この数字がさ、嬉しいよね、嬉しくないよね。え？数字が張ってくんだけど。このぐらいですよ。あと 5.2km。 3合目。さっき休憩したとこから10分ぐらい。あと 4.6km。 心拍数157。3合目でちょうど 2000m 超えたぐらいですね。スタートが1500とかだったから、もう500ぐらい上ってるのかな。1000だけでしたっけ。スタート400来たから、え、あと半分。多分の大群に襲われたけど、巻いたかな。さっきは、キロ5分50ぐらい、200ワット、心拍数150、5、6ぐらいです。
見えてきた。あれだ、きっと。よし、あと2キロ。タンパク質161キロ、5分40ぐらい。ごめん。ね、思ったより高かった。うん、ちょい、あと 500m、 うん、着きました。28分、あれどっからだこれ、3合目からかな。途中でラップをするの忘れたかも。水ヶ塚を出てから1時間半ぐらいですかね。うん、これはきつい、パンチある。アザミラインよりこっちの方があれかな、モンブランの練習にはいいかもしれない。まあそうだね。まあでもここ下りたくないですよね。そこまで傾斜があれだからどうと。あ、まあ確かに確かに、これくらいのアザミライン急ですからね。うん、いや疲れた。今標高が2343mですね。ここまでの累積標高が1150mです。そんなもんなんだ。そんなもん、しかも御殿場口からの累積標高がそんなもう2000ぐらい残った気なんだけど。なんかアザミラインより時間長いからもう1000ぐらいはね上がってる気分でしたけど、まあまあ大して残ってない。ブーツが重いのもあるんだよ。そう、ザックが重い。水だけで2リッター持ちでスタートしましたからね。量がすごい。もうさっちと源流ビルこんな感じなの、なんかすげえ心配があって、ああ汗超かいて、標高高いとやっぱ心配すごいことになるから。田中さん、あんな心拍数高いのよくあそこまでの時間維持できますよね。だから死なないとオーバーヒートオーバーヒートしてすげえ。さすがにうちらギリテンポ入るか入んないかぐらいですからね。それはあれだよ、全然強度が違う。走力があるからね。いやいや、だってマックスがだって185ぐらいまでしか僕は上がんないですけど、この前の激坂で183かな。回るところは違うから。で、これはどっちに行けばいいの。こっちか。初めて来ましたよ、ほんと。あ、トイレね。トイレ寄ってきますか。大丈夫ですか。俺はちょうどあれだ、890とかから2000まで上がって、で、ここは下が1600、入り口は1600、1500、600ぐらいから2350。水ヶ塚が1400、水ヶ塚が1400でしたっけ。そっか、そっから13キロのところに200アップして、そうか。いやー、これは強くなるわ、ここ走ってたら。あんま、もう来たくないもん、ここも。すでにもう二度と来たくないと思ってる。走り切れるかどうか。休んでないけど、あれ休んでなかったから。確かに一回間行った方が、まあ、ピリッとはするかもしれない。 3分割ぐらいしてもいいかもしれないですね。3分割ぐらいしてもいいかもしれない。、うん、スーパー峠層だよ、俺たち、うん、スーパー峠層やってこれが行ってもう行くか。ここ繋がってないの、これ。ここは繋がってないかな。ブルドーがでもあるかもしれないですね、この辺も。はあ、今10分弱休んでちょっと落ち着いてきました。いや、汗がやばい。もうタイツから染み出して靴下の方まで垂れてきて。え、トイレは、うん、あ、さっきのとこ行ってきた方がいいです。はい、この先はないっすね。あったとしてもなかった時のショックがでかすぎるでしょ。ですし、有料だと思います、多分。はい。25分ぐらい休憩して、出発します。今、行動時間ちょうど3時間ちょいぐらいですね。眺望はない。うん、ですが、目がケツビチャですよ、今日。標高2400mですね。足が重いぞ。ただ、もちろん全力で上に行くことは拒否してあるんだ。こっちも
砂がここからだいたい 1400m ぐらい上がると山頂ですね。 2km 1400アップ響きがやばいな。バカ鬼もびっくりだよね。御殿場レペのね、下のところあって2キロ400アップなのに、その間に1400上がる。本当かな。でも距離は短いんだろうな、きっと。よいしょ、雲海がすごいね。よいしょ、今標高2550mです。紫外線がすごい、ジリジリしてる。気温は何度だろう、20度くらいですかね。ここでから結局4キロぐらいだったんでしたっけ。 3.8。5キロだったら4キロぐらいか。4キロで1300アップでした。2キロじゃなかった。2キロじゃなかった。よかった。よく考えたら2キロで1300アップってやばいですよね。壁じゃん。シャドウ 60% とか。そんなわけないか。ね、そんなわけなくて、ね、7合目かな。気持ちがいい。風もちょっと吹いてますけど、心地いい、ひんやりした気持ちがいい風ですね。ダンコのアゴメとか、鹿児島アゴメとかなくはわかんないですね。鹿児島アゴメだし、鹿児島アゴメ2780m、ね、今ガーミンの設定してます。上がってきましたね。今5合目から500アップぐらいか。高度2869m。こんにちは。よし。できない。え？通過できない？8合目まで。いや、8号メンバーでもうちょいですね。見えましたと。今ちょうど標高 3000m に差し掛かるくらいですかね。よいしょ。あれ、そうでしたっけ。今標高 3000m ちょうど超えましたね。はい、いやいやいや、矢印がいっぱい、矢印がいっぱいありますね。こんなにいる。酸素薄い。心拍数151です。
SPO2 は変わってないですね。94ですね。あ、きついな、すごい。御殿場ルート方面にトラバースしてます。ここ落石怖いですね。ちょっと落石が怖い。はい、かなりゴロゴロしてるもんね。御殿場ルートに合流しました。7合目と8合目の間ぐらいですね。すごいな、いけんのかな。あ、気圧は下がってないみたいなんで、とりあえずもうちょっと上がってみます。ではなさそうだけどね。降りてくる人も誰もレイン来てないし、うん、出てないしね。地獄かも。あ、いい匂いがする。あれ食べてる人がいる。ここまで4時間43分累積標高2100。いいっすね。2000超えるとなんかやった感じがしますね。今高度は、はい、高度は今3280ぐらいですね。距離27キロ。まああと30分ぐらいですかね。まあ帰りも寄るか。見てみますね。今スタートから5時間28キロ累積標高2350メーターで高度が3534メーターですね。200アップぐらい山頂ですかね。はあ、200アップぐらいですね、多分。はあ、寒かってきましたね。はあ、手がかじかみそう。グローブは入ってはいるけど、山頂行ったら好きようかな。寒くなってくるとね、 GoPro のバッテリーがね心配なんだよね。あと1本あるからね、大丈夫でしょう。剣ヶ峰まで行かなければもうそこです。ちょっと標高ずれてたかな。まもなく山頂。いやいや、5時間20分ですね。今日は御殿場からズガズガに来て、そこから使えないんで富士宮まで峠越して、富士宮から入って8合目から御殿場に移動して今みたいなトラバースして、トラバースして、そうです、知り合いに行って竹田さんと見たい。はい、知った顔がいっぱいいるわ。お疲れです。今日どんな感じで？できたんだ。暑いとダメでしょ。暑かったよね。いや、冷えくなかった。いやいや、急に来ましたね。うん、いや、疲れた。俺たちは峠越しが来て、峠越しがさ、13キロの峠越し。下からですか？右側だから。スカイライン、スカイラインよ。あ、車は御殿場なんだけど、きつい。右側にトレイルで移動して、そこから15キロ。
よいしょ。あ、まだ結構雪残ってますね。今年、一発目。去年は8回来たから8回。はい、山頂に富士山が来て山頂に8回。あ、もうそうですね、このここに8回来ました。え、ここに8回来たの？山頂に8回来ました。マジで山頂去年1回だよ。それもすげえ久しぶりだったもん。覚えてないの。うん、めっちゃ来た。3、4回ぐらい来た記憶があるけど。いやいい家だな、これもまた。加工と結局いつもの T100 メンバーが。バカしかいないって。あ、じゃない、今5時間26分で高度3700m ですね。累積上昇は2500、距離28km。今3時前なんで、もうちょいしたら降ります。よし、下山します。いやー、ちょっと頭がねクラクラしますけど、降りていけばすぐ治るから。よいしょ。今日はおはち回りはせずで、一発目からおはちはちょっときついっすね。あんまやりたくない。うん、2回目3回目ぐらいからいいかやるのは。いやいや、来ましょう。また8月になったらまた暑くてこっち来ますって。正解じゃできねえっつって。3400ぐらい。300ぐらい。よし。さあ、ここからお砂走り。いや、疲れた。疲れて下るのしんどい。もう不足。あ、やべ、一番下やばい。砂煙。ゆっくり行きます。全部浴びてたもんね。風向き変わった。
うわ、やべえ、ふざけんです。フリーさん、取ってください。あ、もう閉じてます。こっち。こんな感じで、そのままです。はい。このままで行きます。はい。追いつかない。追いつかないです。怖い怖い。いやいや、ありがとうございます。いいカットが取れたはず。粉がやばい。待て。YouTube に投稿していいですか。はい、いや頭痛いですか。正しい慣れてるから砂ぐらい入ってる。いやボロボロだめっちゃ入ってる。今日はどちらまで。今日ランボーズの練習で。ランボーズの練習なんですか。なるほど。テイスさんと先週練習しました。あ、そうですか。チームの練習。チームの練習で、宝永山までイソさんも一緒にいたんですけど、ちょっと藤波宮口と御殿場で車を分かれてたんで、ちょっと分かれて。あ、なるほど。ガチですか、ガチ。前が。じゃあ、朝、リピやってた。ありがとうございます。いや、まさか藤波宮口から。見てくれてる人たちに遭遇。どうしてもいいですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。ダメと言わせない。ありがとうございます、ありがとうございます。撮る人を撮る。ありがとうございます。あと1人だけ。あ、はい、あ2人か。素晴らしい。ちょっと緊張してよいしょよいしょ。カタカタ。美味しいじゃん、もうやってるんですかね。うん、ね、看板出てたから。いやー、いよいよ富士山のシーズンですよ。これで富士山連の動画3本目ですけど。もう3本ですよ。同じタイトルばっかりで、なんかすいませんって感じですけど。もしこの動画面白かった方がいたら、いいね、グッドボタンと、早くないかチャンネル登録の方も、入ってない方がいらっしゃったら、よろしくお願いします。いや、いつもね、出演してくださる皆さんのおかげですよ。
これ最多出演、最多出演萩さんだろうね、確かに一面大丈夫でしょうか。あれですね、あのチャンネルの概要ページに音も代表としてちょっと名前書いてもらえます。彼女の最初の人もついてます。あー、確かに忘れちゃいました。なんかちょっと大人しめの感じの彼ですよね。そのうちなんかもっと有名に、もっと有名になれたら、あの辺とのクラスターともちょっと一緒に入ってみたいですね。そういうあの願望があります。お疲れ様でした。また来週もお会いしましょう。いやー、疲れた。お疲れ様です。来週は俺が大体誰かいるからね、来るとね。よし、お疲れ様でした。これから風呂行きます。武田くんとかに会ったの？まあ、会いました。今藤井さんと、あ、そこそこ、そこ藤井さんたち。藤井さん、藤井さん、田村さん。地百地獄ですね、もう。変な人しかいない。走った時間は今日は6時間45分で、距離が 35.92km で、で累積標高が 2519m でした。はい、平均ペースはだいたい1キロ11分18とかみたいですね。いやー、なんだろう、プロファイルだけ見るとそんなにトラサルと同じぐらいなんですけど、標高が高いっていうのと暑いっていうのでかなりきつかったですね。はい、まあ、同じコースやるのはちょっとあんまおすすめできないですけど、まあ、もし興味がある方がいらっしゃったら、ストラバの今日のログリンクを、今日の動画の概要ページのところに貼っておくので、よければご覧ください。ストラバもよければフォローお願いします。はい、じゃあ今度こそ風呂行きます。